はい、こんにちは、シャスカです。素晴らしい人間関係で幸せな人生をということで、コーチング講座の第9回になります。ご視聴感謝してます。今回第9回のテーマは議論をしないです。ぜひ最後までご視聴ください。まず自分を変えるということですね。コーチングは相手を変えるための考え方やスキルではありません。相手を変えることはどんな手法でも絶対にできないと。自分自身を変えるための考え方やスキルですと。自分が変われば鏡として映っている環境もやがて変わっていきますということですね。で、基礎基本が大切ですよということです。なので、まあ、細かいテクニック、ノウハウ、スキルというのはあるんですけど、それは大元の考え方っていうのがあってこそ生きるということですね。すなわち、感謝に徹すると。で、相手の存在を尊重すると。そして相手の望むことをすると。この考え方があった上で、細かい聞くとかね、褒めるとか、まあそういうテクニック、スキルっていうのが、まあ心の入った生きるものになっていくということです。で、今回第9回は議論をしないというテーマになります。で、学校教育の最大の弊害というのは何かっていうと、まあ学校教育っていうのはね、時代によってはこう、有効に機能してた時代もあったんですよね。1960年から85年ぐらいの25年とか30年間っていうのはですね、まあうまく機能していたんですよ。日本が、ね、アメリカを手本として世界第3位、世界第2位の経済大国ということで、どんどんね、ヨーロッパ、アメリカに追いつけ追い越せという時代の時はですね、まあ、その時代に応じた人材を輩出するという意味で、まあ、有効に機能してた部分もあるんですけれども、ね、もう今はね、完全にその時代と教育っていうのが全く合っていないということですね。かえってこうマイナスの方が大きくなっているということですね。で、じゃあそのマイナスの中でも最大のマイナス、最大の弊害は何ですかっていうと、それは唯一正しい答えが存在していると錯覚させることなんですね。実際はないんですよ、答えっていうのはね。その人の数だけ答えっていうのは違うんですけど、そういったことっていうのを見えなくしてしまうんですね。例えば 2+2 というのは4ですと、ね、決して3ではありませんと。4だけが唯一正しくて、それ以外は全て間違っているということですね。だから算数の問題だったら 2+2 はっていう問題なんです。だから子供たちは4っていうのが書ければ丸がもらえて、ね、3とか1とか5とかって書いたら×ってなるわけです。で、それは問題が悪いわけですよね。2+2 っていう問題自体がもう今の時代に合ってないわけです。例えばだからヨーロッパとかアメリカだったらね、こういう問題っていうのは出ないわけですよ。ね、例えばその4になる式の組み合わせを答えなさいとかっていう問題になるわけです。だから 1+3 って書いても丸だし、ね、2+2 って書いても丸だし、3+1 って書いても丸だし、2×2 って書いても丸だし、1×4 って書いても丸なんですよね。それがヨーロッパ、アメリカで言えば算数の問題になるわけですけど、日本の場合はもう 2+2 と。4っていう答えしか認めないような問題しか出ないわけです。で、江戸時代が始まったのは1603年ですと。だから江戸時代が始まったのは何年ですかっていうことで、1603年って答えさせるわけですね。だから1602年って書いたら×と、1604年って書いても×と、ね、こういうこうね、意味のない問題を出さないんですよね、ヨーロッパ、アメリカっていう地域の教育だったらね。でも日本だったら1603年と唯一正しいね、答えっていうのを書かせて、それ以外は全て間違ってるっていうね、価値観を植え付けてしまうということです。で、5教科全てが100点満点で採点ができるようにテスト問題が作られているとね。まあ、大学センター試験なんてその典型ですよね。マークシートですから、もう答えがね、4択もしくは5択の中に必ず含まれていると。いう、まあ、そういうね、もう本当に効率を求めただけのテスト問題っていうのができていて、そのテストで点数を取るためだけの教育っていうのが行われているわけです。で、これがなぜ社会に出た時のマイナスになるかっていうと、まあ、唯一正しい答えを知ってるか答えられるかだけが学力の指標になっているとね。だから学力があるというのは暗記力があるっていうふうにもうすり替わってしまったんですね。あの人頭がいいですっていうのは、あの人暗記力がありますっていうことなんですよ。で、社会に出た時にその暗記力があるかなんかどうかなんて全然その人の実力とか何の関係もないですから。だから学校出て社会に出ても
どこかに唯一正しい答えがあるのではと探し続けてしまうんですね。もうそれはもうね、小学校、中学校、高校っていうね、12年から16年間の間にね、とにかく答えっていうのは一つで、あとは全部間違ってて、で、正しい答えが必ずあるとね、その答えを知ってるかもしくは出せるかっていうのが、唯一のその人の人間力の指標になってしまってるんですね。実際は違うわけです。そして自分が何か正しいと信じているものと違う価値観、違う考え方に触れると、無意識に相手は間違っていると決めつけ、それを非難したり批判したりしようとするということですね。まあ、自分自身が何か知っていると。で、その知っているものっていうのは過去、自分自身の過去の知識とか経験とかね、親から聞いてきたこととか、親戚から聞いてきたこととかね、友達から聞いてきたこととか、学校の先生から聞いてきたこととか、もしくはテレビとか新聞とかマスコミで言ってること、何らかをとにかく正しいって信じてるんですよね。で、それと違うものが触れるとね、あ、それも答えかもしれないなとか、それも一つの立派な考え方だなっていうふうには思わないんですね。自分が信じてることと違えば、もう無意識にそれが相手は間違ってるとね。で、非難したり批判したりしようとする。もうそれは全て学校教育の弊害だと思います。評論家が多いとね。実際自分で行動するんじゃなくてね、その行動してる人に対して何か意見とかね、反論とかをする。そういういわゆる口を出す人、評論家っていうのはとにかく多いんですよね。あと議論好きです。とにかくこう議論に勝つことをこう目的にする人っていうのがすごく多い。それは全てね、学校教育の最大の弊害というふうに言えると思います。もう唯一絶対正しい答えがあって、それが書けるか出せるかっていうことが指標になっていて、それが学力の基準になっているっていうのがもう最大の弊害になっているわけです。で、人間関係っていうのが今回テーマになってるんですけど、人間関係において唯一正しい答えなんかあるはずがないんですよね。答えは時代によって、国によって、人によって変わると、ね、異なるということです。同じね、日本って言った場合でもですよ、ね、ほんの70年前は、ね、イギリス人、アメリカ人を何人殺せるかっていうのが答えだったわけですよ。ね、イギリス人、アメリカ人、鬼畜米英とね、とにかくその、鬼畜米英を倒すと、ねね、日本は神の国だから、日本は神の国として、ね、アジアを救うと、でヨーロッパアメリカからアジアを救うと、まあ、そのスローガンのもと、ね、一人でも多くの、ね、イギリス人アメリカ人を殺すと、殺せた人っていうのは出世できますよと、ね、英雄ですよと、ね、いうふうになってたわけです。で、神風特攻隊ということでね、本当に10代後半から20代前半のね、今からの将来を立つ人たちがね、絶対にもう帰ることができないっていうね、飛行機に乗って若き命をね、散らしていったわけですよ。まあ、そういった時代もあったわけです。今それが答えかって言ったらもちろん違いますよね。今はもう人を殺したらもう殺人罪ですよ。もうそれで終わりですよね。今からほんの140年前っていうのは日本人同士で殺し合ってたわけです。江戸幕府が正しいとかね、明治新政府が正しいとか、日本人同士で殺し合いをやってたわけです。だから、まあ140年前だったら、ね、江戸幕府は朝敵、朝廷の敵であり、その朝廷の敵を倒すと正義だというふうになってたわけです。もちろん今そんなことないですよね。今仮に自分がね、正しくて相手が間違ってるって言ってね、日本人同士で殺し合いをすればね、単なる犯罪者でしかないわけです。で、それがまたね、70年後、140年後どうなってるかっていうのは分かんないわけですよ。そういうふうに同じ国だったとしても時代によって答えっていうのは変わるわけです。まして同じ時代だったとしてもね、国が違えば、じゃあイスラム教徒とキリスト教徒ってどっちが正しいんですかとかね、無駄ですよね。意味がないわけですよ。で、唯一正しい答えがあるんだったら人生なんて本当簡単ですよね。もしですよ、万が一仮にですよ、キリスト教が唯一絶対の答えだったら全員キリスト教徒になればいいだけの話ですよ。でも違うんですよ。キリスト教徒が キリスト教が答えになる人もいればならない人もいるんです。イスラム教が答えになる人もいればならない人もいるんです。そして、あえて言うなら答えっていうのはないんですね。
同じ時代、同じ国、同じ家庭環境、同じ学校教育を受けてきた、同じ個性を持った、同じ才能を持った、同じ情報遺伝子レベル DNA を持った人なんてただの一人も存在したことがないわけだから、本当の意味での自分の人生の答えっていうのは自分で作るしかないんですよ。ね、別に釈迦が正しいわけでも老子が正しいわけでも孔子が正しいわけでもイエスが正しいわけでもないんですよ。彼らは生きてた時代も考え方も個性も才能も違ったわけだから、彼らが答えではないわけですよ。あくまでも答えを探すため の、ね、あの重要なその先生にはなり得ますよ。先生にはなり得ますけど、先生は答えじゃないんですよ。答えを指し示すそのガイドにはなってくれるかもしれないですけど、答えそのものではないんですね。だからよくまあ仏教ではね、あの月を指し示した指の話をが出てくるんですけど、ね、あの月っていうのが悟りなんですね。お月様の月です。お月様の月っていうのが悟りです。で、月を指し示す指っていうのが釈迦であったり、お経だったり、般若心経だったり、もしくはその空の理論だったりするんですよね。で、そうした時に、ね、多くの人っていうのはその指にこだわっちゃうわけですよ。ね、いや釈迦はこう言ってる、いやいや釈迦が本当に言いたいことはこういうことじゃないってね、こっちの解釈の方が正しいとかね。だからお経を研究したり、ね、そのパーリー語っていうね、まあ、あのあっちの言葉は、ね、パーリー語って言ったりするんですけど、パーリー語にこだわったり、いろんなことをこだわるわけですけど、釈迦はね、その悟りっていうその目的を指し示すために縁起っていう言葉を使ったりしたんですよね。だからその言葉とか解釈にこだわるんですよ、人っていうのはね。そうじゃないんです。だから別にイエスが正しいんだったら人生簡単ですよね。みんなイエスを研究すればいいわけですよ、ね、もし釈迦が答えだっていうんだったら全員釈迦を研究すればいいわけですよ。全員仏教徒になればいいんですよ。でもそうじゃないんです。同じ時代、同じ国に生きて、同じ DNA を持った、同じ家庭環境の、同じ学校教育を受けた、同じ個性があって、同じ才能を持っている人なんて、ただの一人もこの世の中には存在してないんです。だから自分の人生の答えっていうのは、自分が生きながら作っていくしかないんですよ。ね。あくまでも先生とかガイド役の人はいたとしても、その人たち自身が答えじゃないんですね。だから答えなんてないんですよ、基本的に。自分で作るしかないんです。だから人の価値観っていうのは千差万別なんです。10人いたら10通りの価値観の優先順位を持ってるわけです。つまり10人いたら10通りでみんな答えがバラバラなんですね。だから答えはないし、答えは存在してないんですよ。自分で作っていくしかないんです。生きているというその途中過程そのもので自分の答えを作っていくしかないんですね。そして自分が何か、人は決して自分の考えを変えたがらないんです。で、これはもう本当大事なので3回繰り返します。決して自分の考えを変えたがらないんです。決して自分の考えを変えたがらないんです。それが人間なんです。例えですよ。ね、答えはないんですよ。だから何が正しいとか何が間違ってるって言えないんですけど、仮に言えたとしてもですよ、人は自分がどれほど間違ってたとしても自分の考えっていうのをまず変えたがらないんです。基本正しい間違ってるっていうのはないんです。基本はないんです。時代によっても国によっても人によっても答えっていうのは変わってしまうのでないんですよ。ないんだけど、仮に間違ってたとしても絶対に自分で自分の考えを変えようとはしない。それが人間の本質なんですね。もし自分が間違ってたとしてもね、ああ自分は間違ってたな、考え方変えようって思う人はほとんどいないんです。もう 99.99% そういうふうには思わないんです。そうじゃなくて、あの人は分かってないって思うんです。それが人間の本質なんです。単に自分を理解してくれなかった人を敵だと思うだけなんですよ、ね、ありがたいな、自分のためにこんなね言いにくいことを言ってくれて、あ自分の考えって本当に間違ってたんだな、自分の考え方改善しようとか修正しようって思う人なんて 0.01% いるかどうかなだけなんですよ。そこまで人格が高まってる人なんてほとんどいないんです。あこの人ね、本当は言いたくないことなんだけど、自分の人生がね良くなるために、あこんなね言いにくいこと言ってくれたんだな、ありがたいな、感謝しないといけないなって、そこまで素直な人だったらね、もうとっくの昔に素晴らしい人間関係って気づいてるんですよ。そういう人っていうのは本当に 0.01% いるかどうか。あとの 99.99% の人は基本どれほど自分の考えがね未熟で間違ってたとしてもですよ、
本当は間違ってないんですよ。その人はその人なりの人生としては正しいと思って生きてるから間違ってないんですけど、仮に間違ってるったとしても絶対自分の考えを変えたがらない、それが人間なんです。もうそういうふうに思って人と接した方がいいんです。だから議論は時間とエネルギーの無駄なんですね。基本的に社会に出たら、そして人間関係において唯一正しいという答えはそもそも存在しないとね。今自分が正しいと思っていることもね、時代が変われば変わるし、ね、国が変われば変わるんですよ。あ、これって日本で正しいことだったのに、中国では通用しないとかね、シンガポールでは通用しないって当たり前なんですよ、ね、だから全然唯一絶対正しい答えなんていうのはないんです。で、人間関係に関してもそうです。男性と女性では価値観の優先順位が違うし、世代によっては違うし、ね、もう全ての人がそれぞれで自分が正しいと思いながらみんな生きてるんです。だから唯一正しい答えっていうのがそもそも存在しない。そして仮に論理力を持ってね、相手を説得できたとしてもね、本当は自分の答えは自分の答え、相手の答えは相手の答え、お互いに答えが違うんだ、考え方が違うんだ、優先順位の価値観の優先順位が違うんだっていうふうに尊重したする方がいいんですけど、万が一ね、自分が論理力っていうのを持っててね、相手が論理力っていうのが弱くて、そして自分の論理力を持って相手を説得できたとしてもですよ、相手は決して心からは納得しません。それは表面上はね、分かりましたとかね、了解しましたとかね言うかもしれないですけど、絶対腑には落ちてないです。心からは納得していないです。そうじゃなくて、人間っていうのはね、論理の生き物じゃなくて感情の生き物っていうお話もしていますけど、自分のことを理解してくれない人だっていうふうにただ思うだけなんです、ね、自分はなんかね、説得されたとかね、解き伏せられたと、ああこの人はね、自分のことなんか理解してくれようとしてないんだなとっていうふうにね、ただただ敵対するだけなんです。だから議論をすればするほどね、議論をすればするほどただただ敵を増やし続けるだけなんです。物事っていうのは全くいい方向へは進んでいきません。もう一番典型的なのは政治です、ね、政治ってもうここ数十年全く進展してないんですよね。もうね、全然昔のね、本当ジャパンアズナンバーワンっていうのが取れた30年前と同じことをただただ繰り返してるだけですね。もう全然機能しないっていうのは全然みんな分かってるわけですけど、それをね、議論をすればなんとかなると思ってるわけですよ。だから互いにね、言いたいことを言い合って時間が来てね、結論が出ませんでしたっていうふうにやってるわけです。それはもう議論そのものが意味がないっていうことが分かってないわけですよ、ね、大切なのは議論ではなくて理解なんです。なぜ相手はそういう考え方なのかを理解しようという気持ちそのものが大事なんですね。自分の方が正しくて相手が間違ってて自分の正しさを理解させようじゃなくて、なぜ相手はそういう考え方でそういう意見なのかっていうのを理解しようと思わない限りは物事っていうのは全く前に進まないわけです。で、人は自分を理解してくれた人のことを味方だっていうふうに思うんです。自分を理解してくれない人は敵、自分を理解してくれた人のことを味方っていうふうに思うんですね。そして味方が増えれば増えるほど物事を前進させていきやすくもなりますということです。もし自分がね、何らか何かをやりたいって言った時にね、目の前に10人の敵がいるのか、目の前に10人の応援っていうか味方がいるのかで全然実現のさせやすかったって違うわけですよ。で、論理的な人であればあるほど、議論好きな人であればあるほど、なんかかっこいいし勇ましいですよね。誰かが目の前に来てもそれを論理でどん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 切っていくと、ね、あの人はね、一人でね、たくさんの敵に向かっていく、なんか強そうだし勇ましいしっていうふうに思うかもしれないですけど、その人って長期的に絶対何かことをなさないです。短期的にね、なんかね、こうかっこよかったり勇ましかったりね、なんかちょっと勇気がある勇者のように見えるんですけど、長期的に見るとやっぱりね、敵が多ければ多いだけ物事っていうのを実現させるのが難しくなるんですよ。それよりもね、やっぱり応援してくれる人、あの人が何かやるんだったらね、自分が何かできることで応援してあげたいな、助けてあげたいなって思う人の方がよほど何かを成し遂げやすいんです。そして実際成し遂げるんですね。それが織田信長と豊臣秀吉は本当にいい対象だと思うんですけど、信長っていうのはもう日本の歴史の中でも類稀なる才能の持ち主だったわけです。でも敵が多かったから志半ばで暗殺されてしまう、暗殺っていうかね、家臣の裏切りにあってしまうわけですよね。
で秀吉っていうのは逆にね、とにかく人から好かれる人だったわけです。だからね、草履持ちから結果的に天下人まで上がっていくことができたわけです。あれは秀吉はもちろん才能もあったんでしょうけど、それを上回るだけの人柄とか人格っていうのを持ってたんですね。人から応援される、人から好かれるっていう力を持ってたわけです。だから議論よりも理解の方がより大事であり、より大きな力になるんです。だから自分が正しいと信じていることを相手に納得させようとか理解させようとするんじゃなくて、相手が何を考えていて、どうしてそういう言動なのかを理解してあげようっていう気持ちの方がはるかに尊いということなんです。じゃあもしね、議論をしないっていうテーマなんですけど、じゃあもし相手からね、人から非難されたり批判されたらどうするんですかということです。特に今だったらね、みんな自分の考え方っていうのをこうね、自己主張しやすくなってますよね。ブログとか、フェイスブックとか、ツイッターとか、まあこういう YouTube とかね。だから自分の考えを発表しますと、情報発信しますと。で、非難されたり批判されたらどうするんですかということです。で、議論をしないっていうテーマですから。そしたら、まあ基本的には気にしないということが大事です。さっさと忘れるということが大事ですね。で、間違ってもね、一番最悪なのはとにかく議論をすることです。議論をすることが一番最悪です。相手が間違っていて自分が正しいことを証明しようとは決してしない。まあそういうことをしがちになるんですけど、しないということが大事です。なぜなら、議論をすれば、そして万が一ですよ、議論に勝ったとしてもです。相手がね、自分、屈服、形だけね、表面上屈服したように見えたとしても、相手は絶対心からは腑に落ちない、満足しない、そして敵になるということなんです。だからもう敵を作るぐらいだったら議論をしないとね。で、感情のコントロール力ということで、コーチングが自分を変えて高める知識だというのはこういうことなんですね。相手からね、非難されたり批判されて面白い感情というのは出てこないですよ。ね、いい気はしないと思います。非難してくれてありがとうとかね、批判してくれてありがとうっていう気持ちにはなかなかならないと思うんですよ。時にはね、頭に来てね、言い返してやりたいとか、やり返してあげたい、やり返してやりたいっていう感情が湧き上がってくると思うんです。だからコーチングなんですよ。で、そこで本当にやり返さないとね、っていうことが大事。それができるようになるためには自分自身っていうものを高めていく。自分の感情がコントロールできるようになっていくってことが大事なんです。非難されたり批判されて、それにやり返すだけだったらコーチングの知識もスキルもいらないと。ね、それだったら簡単ですよね。あ、自分非難された。だから相手も非難してやれと。自分は批判された。だから相手を批判しようと。自分は悪口言われた。だから相手のことも悪く言おうと。それだったら全然コーチングの知識とかスキルとか全くいらないんですよね。それをやらないために感情のコントロール力をつけたり、自分を変えたり、自分を高めたりしていく必要があるんです。ね。相手から非難されたり批判されるのは仕方ないんです。相手をコントロールすることはできないですから、それをやめさせるってことはできないんです。ね。で、自分自身ですよ、一生懸命情報発信してるとしても未熟なんですよ。生きてるってことは未熟なんです、ね、で、死ねば悟れるかもしれませんけど、生きてるってことは未熟なんです。だから未熟な人間がどれだけね、真面目に一生懸命やってたとしても、やっぱりね、完璧じゃない、完全完璧じゃないから、非難されたり批判されるのはしょうがないんですよ。あ、これはもう自分が未熟なんだなっていうふうに思うしかないです。未熟だから非難されるんだなとか、未熟だから批判されるんだなとかね、悪く言われるんだなって思うしかないですよ、ね、だからそれを言われないようになるためにもっと自分を高めようと思うしかないわけです。で、そこでやり返さずに一旦はね、受け入れて、あ、こう非難されたんだなと、批判されたんだな、あ、まだまだ自分は未熟なんだなっていうふうに一旦は受け入れて、それを引っ張らない、ね、あとはさっと忘れると、ね、あ、だからもっと、ね、今日よりも明日は1日1ミリでも自分を進化成長させて、ね、できるだけ非難されたり批判されないような自分になろうということで、一回は受け入れるんですけど、もうね、一回はもうその日の夜寝たら忘れる。もう次の日は絶対引っ張らないということです。で、相手の意見っていうのを取り入れる必要があるんですかっていうことなんですけど、基本的にないです。ね、非難とか批判の話ですよ。建設的な議論ではなくて、非難とか批判、自分がね、一生懸命何か情報を発信して、自分の考え方とか意見というのを述べたときに、まあ、非難されたり批判されたりすることがありますよね。で、その非難とか批判っていうのを自分に受け入れる、取り入れる必要があるんですかっていうことなんですけど、基本的にはないです。なぜか、評論家や議論好きの人の意見が自己の向上に役立つことは全くないっていうふうに断言はできませんけど、極めて稀、つまりほとんど、自己の向上に役立つことはないです。
それは本当に成熟した人だったらですね、決して人を非難したり批判したりしないんですよ、ね、それは本当に成熟した人と出会えば分かります。そういう本当に成熟した人っていうのは人を非難したり批判したりしないんですね。成熟した人っていうのは相手を変えることができないということをよく知ってるんです、ね、だから相手を変えることができないって知ってるから相手を変えようと非難したり批判したりしないんですよ。非難したり批判したりしてる人は言葉はなんかこう勇ましいんですけど、まあ、簡単に言ったら未熟なんですよね。だって変えられない相手を一生懸命変えようとしてるわけですよ。もし鏡に映ってね、鏡を見て自分の鏡に映っている寝癖を変えようとした時に鏡に一生懸命手を突っ込もうとする人ってなんかこうおかしいですよね。それだったら自分の髪型を変えれば鏡に映っている髪は変わるのにっていうふうに思うじゃないですか。同じことで、ね、変えられない相手を一生懸命変えようとしている時点でまだ未熟なんですよ。だから成熟してる人っていうのは決して人をね、非難したり批判したりするってことをしないんです。だからそれ非難されたとか批判されたっていうことは自分自身も未熟なんだけど相手も未熟なんですよ、簡単に言ったらね。で、未熟な人の意見を取り入れても自己の向上につながることはほとんどないんです。ゼロとは言いませんよ、ゼロとは言わないですけど基本的には役に立たないです、ね、自分も未熟ですと、ね、人から非難されるほど未熟ですと、人から批判されるほど未熟ですと、まだまだですと、ね、それはもう分かりますと。でも相手もね、人を非難したり批判してる時点でもう自分がね未熟ですっていうのを言ってるんですよ。だからその未熟な人の意見を取り入れたら自分が向上するってことは、まあ、ほぼねないです、ね、もし本当に自分を向上させたいんだったら未熟な人の意見を取り入れるんじゃなくて成熟した人の意見を取り入れた方が自己の向上には役に立つということです。だから成熟した人を、じゃあどうやったら成熟した人を見つけられるんですかとか見分けられるんですかっていうことなんですけど、簡単に言うと成熟した人っていうのは感謝が多いんですね。とにかくありがとうっていうのがすごく多いんですよ。例えば未熟な人と成熟な人が両方とも同じ本を読んだとします、ね、でその本の中にね、もう誰がどう見ても間違いがあったとするじゃないですか。例えば漢字間違いとかね、日本語の使い方がおかしいとか、例えば200ページの本の中でその漢字変換間違いが1箇所あったとかね、日本語の使い方がおかしい文章が 1箇所あったとしますよね。でそうした時に未熟な人っていうのはなんかそこを見つけたらなんか鬼の首を取ったかのように元気になるんですよ。うわこれね、有料で売ってる本なのに、ね、ここに漢字間違いありますとかね、ここの日本語の使い方おかしいですとかっていうことをやるんです。そういう人は未熟なんです。で成熟した人はどうなのかっていうと、同じ本なんですよ。同じ本を読んだんだけど、ああここの一単語に出会えただけでこの本を買って読んだ回はあったなとかね、ここの一文に出会えただけで自分は3時間かけてこの本を読んだ回があったなっていうふうに、いいところをとにかく見つけようとするんですよ。ああこんなね、1600円とかっていう価格でね、なんか人生を変える転機になる一文に出会えて本当ありがたいなとかね、この本を書いてくれた著者には本当感謝だなとか、ありがとうっていうような人なんです。そういう人は成熟してます。だからもしあなたがね、この意見は取り入れた方がいいのか、この意見は取り入れない方がいいのかっていうのをもし迷った時は、相手が未熟なのか成熟してる人なのかっていうのを判断基準にすればいいんです、ね、成熟してる人っていうのはとにかく感謝が多いんです。いいところを見つけようとしてるんですね、その人っていうのは。だからそういう人がね、からもし何かね、助言をもらえたとかアドバイスがもらえたっていうんだったら、それを取り入れると自己の向上につながる可能性は高いです。そうじゃなくてね、非難とか批判とかってする人っていうのは基本感謝が少ない人ですからね、どっか欠点が見つかったらね、もうそこをこうとにかくこうついてくる人なので、そういう人の意見っていうのを取り入れてもあまり自己の向上には役に立たないです。だから基本ね、非難とか批判っていうのを取り入れる必要はありません。あ、言われたっていうことは自分は未熟なんだなっていうことを認めて、できるだけ言われないような人間になろうと思ったら、もう一晩寝て忘れるというのが一番健康的だし健全なあり方だというふうに思います。でやられてもやり返さないとね。相手の答えは相手の答えと、自分の答えは自分の答え、単純に違うとね。どっちも間違ってるかもしれないってね。例えば相手は A と自分は B と、じゃあ A なのか B なのか、
ね、A の場合もあるかもしれません、 B の場合もあるかもしれません。でもほとんどの場合は A でも B でもないんですよね。 Z とかっていう答えが答えだったりするんですよ。だからどちらも間違ってるかもしれないし、どちらとも正しいかもしれないとね、そういうことってあるんですよね。で、人に対して優しく接した方がいいんですか、厳しく接した方がいいんですかね、それは相手によりますよね。相手が甘えてるんだったら厳しく接した方がいいしね、相手にね、相手はもうとにかくね、過酷な環境にいるっていうんだったら優しく接してあげた方がいいかもしれない。そういうふうにどっちも正しいっていうこともあるわけです。世の中に出て社会に出たら唯一正しい答えがどこかにあるって探そうとすること自体をやめるとね。ああなるほど、そういう考え方もあるんだと、そういう考え方もあるんだと、そういう考え方もあるんだと、あじゃあこの時は A だな、この時は B だな、この時は Z だなっていうことで選択肢を増やすってことはできますけど、唯一絶対正しい答えはない。もしあると考えた時点で絶対に議論とか紛争とか戦争っていうのにつながってしまうんです。だからもし相手の非難とか批判を見てね、ああなるほど、このテーマに関してこういう感想や考えを持つ人もいるんだなと、やっぱり世間にはいろんな人がいるんだなとね、っていうことで、ね、仮に自分に向けられた非難だったり批判だったとしてもですよ、全てを受け入れ感謝できるようになれたとしたら、ある意味達人とね、全てね、自分に対して面白くない非難批判愚痴ね、泣き言悪口、こういったものを一回受け入れてね、ああ世の中には本当にいろんなことを考える人がいるんだなとね、そしてそれを言われるってことはやっぱり自分自身もまだまだ未熟だし、同じこのテーマでねこういう考え方をする人もいるんだなということをこう学びとか気づきにつなげられるようになったら、本当の意味でまあ達人ですよね。まあ、感感情のコントロールが本当にできるようになっているってことです。まあ、もしその域に達していたら、全ての人から何らかの学びっていうのを感じられるようになるとね、物の見方っていうのがどん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 こう広がっていくわけですよね。自分自身はこういうふうにものを見てたけど、あ、そういうふうに見る人もいるんだなっていうので、まあ、学びが増えていくということはあると思います。それをそのまま取り入れるかどうかは別の問題です。ただ視野は広がっていきますよね。確実にそういうものの見方をする人もいるんだっていうことを知るってことはできるようになるわけです。まあ、いずれにしてもね、あの議論をしないと、もうとにかく議論っていうのはもう議論そのものが意味がない。議論は結論を先送りするか、もう日本の政治の典型です。結局先延ばし、先延ばし、先延ばし。ですよね。結論を先送りするか、敵を作るか、互いが傷つくか、とにかくいいことが何にもないということです。ね。あの、究極は裁判ですよね。裁判で白黒はっきりつけると。ね、訴訟をするとか、結論をはっきりさせると。裁判。っていう、もう裁判なんて時間とお金とエネルギーの無駄ですよね。簡単に言ったらね。裁判に勝ったってせいぜい、ね、せいぜい賠償金とか慰謝料とかお金を獲得できるだけですよ。もうそれを獲得するのにどれだけの時間とエネルギーが費やされるか。全く無駄です。だから裁判になった瞬間、両方とも負けなんです。もう裁判になったという時点で両方がもう負けてるんです。負けてる時点で裁判に臨んでるんですね。勝ってもせいぜいお金しか得られないわけです。そしてお金を仮にね、慰謝料を獲得できたとかね、賠償金を得られたとしても、失われた時間の方がはるかに大きいわけですよ。まあ、そこにね、どれだけの時間とエネルギーが費やされ、なおかつ、仮に裁判に勝ってね、お金を得られたとしても、もう相手ですよね、要するにこう、裁判の相手からは一生恨まれます。もう自分は絶対に仲直りすることができない敵っていうのを作ってしまったっていうことになるわけです。なんか何にもいいことがないんですよ、はっきり言ってね。だからもし素晴らしい人間関係を築いていきたいということであれば、ね、敵を増やし、ね、議論をし敵を増やし、議論をし敵を増やし、議論をし敵を増やし、そして相手をね、屈服させる、そういうやり方じゃないと、ねね、素晴らしい人間関係っていうのはそういうやり方では築いていくことは絶対できないということです。そうじゃなくて、一人ずつでもね、応援してくれる人、応援してくれる人っていうのは要するにね、理解してくれた人ですよね。ああ、あなたのことを理解しましたとね、もしくは共感できましたと、まあ、そういう人です。そういう人を増やせるようにひたすら自己を高めるとね、ね、相手を非難したり批判するエネルギーがもし少しでもあるんだったら、そのエネルギーは無駄なので、自分を高めることに、ね、あ、非難されない批判されない自分になっていけるように、ほんの少しずつでも1日1ミリずつでも自分を高めることに集中していくと。そしてできるだけね、相手を理解しようと、ね、なぜあの相手はそういう考え方なのか、そういう、ね、意見なのか、そういう言動を取るのかっていうのを理解しようと、その理解に努めることに持っていければ、ね、結果的には
ね、あの本当の友達とか本当の応援者っていうのを作っていくことができるということです。はい、次回第10回はですね、細部にこだわらないというテーマのお話を聞いていただく予定になります。次回もどうぞお楽しみに。もし、今回のお話がですね、何らか、気づきのヒントになったということであれば、ぜひグッドのボタンで応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝します。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。